れです。今日なんですけれども、前回の動画に引き続いて、コスパの優れた高圧洗浄機をどんどんレビューしていくというシリーズでお届けをしております。今日なんですが、前回詳細のスペックは解説をさせていただいたんですが、アリスオーヤマの FBM301 をですね、実際に開けてみて、ケルヒャーのですね、一番安い高圧洗浄機とどんどん比較をしていこうと思います。で、比較の仕方なんですけれども、まず中身の感じ見ていただくのと、あと組み立てが楽なのかどうか、その辺と、あと重さ、洗浄力、あとは水圧とですね、そういったところを順番にですね、比較をしていこうと思いますので、ぜひですね、最後までお楽しみいただければと思います。あとですね、スペックの詳細に関しては、前回の動画の URL、もしくはブログでもですね、解説をさせていただいておりますので、概要に貼っとくのでぜひご覧ください。はい、では早速中開けていこうと思います。こんな感じです。ホースついてる。結構優秀だね。しかもこの金額でホースついてるのはなかなかポイント高いですよ。しかもメッシュ入ってて結構頑丈で、ワンタッチのカップリングもついてる。これはかなりポイント高いですね。続けて、ですね、これ、組み立て用の金具取説と、あとなんか布入ってますね。はい。ガン！割とガッシリはしてるけど、持ち手はね、なんかちょっと握りにくさは若干あるかなっていう感じはします。高圧ホース。これは特に何かないかな。あとネジ回し式ですね。六角なので工具必要ですね。でランスが角度固定型のランスになりますね。でこれが本体です。めちゃめちゃちっちゃいね。しかも軽い。こんな感じ、こういう感じになっていて、スイッチがここにあると。で、電源が切るといるの2つですね。はい。じゃあですね、早速こちら2種類ですね。ケルヒャーの K2 クラシックと SBN301 ですね。をですね、順番に組み立てていって、どれくらい効率が違うのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。じゃあまず K2 クラシックに関しては、ここは水道ホースの接続口と、こっちが、高圧ホースの接続ですね。で、ネジを回す。でここで注意点なんですけれども、ネジ穴が噛み合ってない状態で無理やり回すと壊れてしまって、しかもここだけで修理ってできないので、ネジ回し使うときは気をつけてください、全体的に言えることなんですけれども。で、次がガンですね。こんな感じでつまみを持ち上げて差し込んでかしめる。これだけで、あとは水道ホースは後でですね、するんですけれども、まず組み立てとしてはもうあとはこのランスをくっつけたら出来上がる。はい、以上です。だからケルヒャーはね、ここはいいよね。すごく早いです。じゃあ続けてアイリスオーヤマ行ってみましょう。ここがワンタッチになっているので、ここに接続をしていきます。これも一緒ですね。グググッと中に入れて、結構回る。ケルヒャーよりなんか回転はたくさんさせないと閉まらないなって感じはしますね。で次にガン側に関しては、ガン側がね、圧倒的にめんどくさいと思われます。でここでこの間の料理のやつもそうなんですけど、手回しだけだとね、多分水吹き出ます、このタイプのもの。なのでこういう六角レンチを使ってしっかり締めると。で2個ですね、接続が。これでネジ回して、これなんで2つあるんだろうね。これ1つでいい気がするんだけど、これ箱を小さくしても分解できるようにあえて2つにばらしてるのかもしれないですけど、組み立てだとちょっと一工程増えるかなっていう感じがします。であとはこっちも水道ホースつなげて、コンセントですね、つなげたら出来上がりです。今組み立てた感じだと、ケルヒャーの方が圧倒的に楽かなっていう感じはします。じゃあですね、続けて組み立てていって音の比較をしていこうと思います。恒例の音を測るをやっていきます。まずですね、機械が K2 クラシックです。はい、は
い、じゃあですね、早速音を測っていきます。いきます。まあ、65とか6ぐらいですかね。65デシベルあたりです。はい、はい、では続けてですね、アイリス大山 FBN301 の音でございます。これですね、ご確認ください。いきますよ。で、これじゃあ段階からこっちで水を出します。ドリル全然うるさいね。ケルヒャーの方が 5デシベル以上ですね。7デシベルぐらい静かかもしれないので、ちょっとこの音気になる方は気をつけた方がいいかなっていうところは、注意点としてスペック以外で分かったところですね。はい、じゃあ続けてですね、水圧見ていきます。はい、じゃあ続けてですね、どれくらいのお水の威力があるかっていうのを比較をしようと思います。で、これ見てください。バケツに今水がこれぐらい入ってる状態で、ここの距離で当てて、まあ、どれくらいのスピードで動くかっていうのをちょっと比較していこうと思います。じゃあ行きます。うん、なかなかのスピードで吹っ飛んでいきますよね。じゃあ次はですね、アイリス大山の方でも試していこうと思います。はい、じゃあ続けてですね、 FBN301 の水圧を見ていこうと思います。じゃあ、まあ同じ角度ですね、ここで当ててどれくらい動くかっていうのを見ます。いきます。ケルヒャーの方が勢いよく動いてた感じはしますね。うん、まあなんかこう調子はいいですけど、やっぱりね、水量水圧どっちも負けてるので、まあやっぱりそれはまあスペック通りの感じになると思います。じゃあ続けて清掃見ていきますね。はい、じゃあ続けてですね、ここにソース、まあ一番ね、やっぱ頑固なのってソースなんですよね。油切ってるし、なかなか落ちないんですけれども、これを、まあ2箇所ですね、今当てていこうと思います。で、こっちが、まずケルヒャーの K2 クラシックですね。じゃあ早速、1回シュッと当てるだけでどれくらい落ちるかっていうのをやっていきます。いきます。まあこれぐらいですね。まあここ当たってるところを綺麗に落ちてるの分かると思うんですけれども、まあこれぐらいの清掃効果があるというところでございます。で、次こっち行きます。で、1回ですね、行ってきます。はい。洗い残しでいるね。うん。やっぱ清掃能力ケルヒャーの方が強いね、明らかに。っていう感じです。で、まあせっかくなんでちょっとここを汚してしまったのも全体的に洗い流していこうと思います。うん、まあ別にソースぐらいだったら、まあ余裕で洗い流すことはできちゃいますね。っていう感じです。はい。はい、いかがでしたでしょうか。まあこんな感じですね。まあ音に関しては、ちょっと想像よりね、これ大きい音が出ていたので、集合住宅で使う方、ちょっと気をつけた方がいいかなっていうのが正直ですね。あとは、まあ清掃効果も、これに関してはやっぱりスペック通り K2 クラシックの方がダントツ上だったかなっていう、今回印象です。で、まあトータル的にですね、こういう滑り止めがついてたり、まあ、各種六角とかなんかこういうもの、あとホースがついてたりとか、やっぱりね、アイリスオーヤマすごくサービスがいい。まあ、かゆいところに手が届くじゃないですけれども、非常にいいと思いましたが、スペックに関しては圧倒的に K2 クラシックの方が上っていうのが今回の結果でした。まあ、価格が3000円くらい安いので、まあ、ちょっと使いたいとかだったら全然これありだと思います。はい。ではですね、この動画参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。